感覚的にもすごいよくはなってるんですけど、ちょっと乾燥対策のためにマスクをさせていただいております。やばいですね、ほんとこの季節に。こんにちは。はい、はい、こんにちは、おはようございます。イエーイ。最近は薬は飲みました。薬飲んだし、寝る前にトローチ舐めてたし、でも鼻水がね止まらん。鼻水が止まらないんですよね。なんでだろうね。多分妹がちょっと前に風邪ひいてて、多分それがうつったっぽい。わかんないけどね。わかんないですけど、まだ何とも言えないけど。こんにちは、ごめんなさい、ほんとマスクしてて。今日の予定、今日の予定は仕事をして終わったらまつげサロンに行くって感じ。まあ、合間に絶賛の練習したりとかかな。そんな感じですかね。そういう感じです。今日はもう本番までも時間がないので、もうね踊りっぱなしって感じ。踊りっぱなしの毎日です。本番までは絶対楽しみですね。私もすごい楽しみ。何やるか予想しててくださいね。予想しててください。おはようございます。こんにちは。あ、初見の方だ。ありがとうございます。S級法廷とチーム S のしがるじきです。しますか？最後、口の色な。初見の方がいる。ありがとうございます。ライトつけるの忘れてた。ちょっとライトつけた。はい、口の色ないね。こんにちは、おはようございます。次はみよまるたんはいつ配信なんだろう。皆さんぜひ星投げてあげてください。みよたんに、みよたんのブログ見ました？皆さんもうね、私はそう、みよたんがホテルにいることも知ってたしね。すごい公演とかもさ、帰ってきて公演して、また反省会も参加しずに配信してっていう、忙しいそうだったけど、みんな頑張ってるからぜひ。投げてあげてください。はい。うわ、やばいな。ショールーム初めてですが、公園で見て好きになりました。あ、嬉しい。公園で見て好きになった。やった。公園。嬉しいな。次は21日か。21と23と29かな。そんな感じ。
なんか薬飲んでも治んないからさ、あれだな、もうやっぱ病院行くしかないか。でもそんな時間がないんだよな、切る時がなさすぎて。次何時からするんだろう。私星投げれるんだけどな、星投げれるけど何時からやるんだ。こんにちは。今日も暑そうだな。めっちゃ暑そう。あ、泡ありがとうございます。あ、あと2分くらいでやるんだ。あれ？あ、次11時4分やって。あと1時間ぐらいや。11時4分？ OK。11時4分ね。了解した。こんにちは。そう、ゼロポジ見ました？皆さん。あんなにマグロを見たのは私は初めてのレベルで見ましたけど、美味しかった。ただただ美味しかった。まあ結果がどうなってるかはお楽しみに。いや本当に美味しかったですよ、マジで。めっちゃこんにちは。お星さまいただきます。ぜひ持ってってください。うわ、こんにちは。おはようございます。こんにちは。そう、体はマジで偉くないんですよ。ただ喉と鼻だけが本当にやばくて、でも昨日公演前に本当にやばくて、なんか別に自分も自覚ないんだけど、なんかみよまるに「大丈夫？顔青ざめてるよ」みたいな言われて、「嘘？」みたいな。そう、なんか寝てたんですよ、公演前に。メイク入る前かな。そう、リハが終わってメイクまでの時間がすごい時間だったから、こうやって寝てたの、こうやって寝てたんですけど、大丈夫？って言われて、そうで、体は別にね、すっごいもう無理だみたいな感じじゃないんですけど、で声やばい。おはようございます。喋るともっと声やばくなっていく。なんか喉の痛みっていうか、なんか乾燥してる、常に乾燥してるっていうか、なんて言うんだろう、常に水分が欲しいみたいな感じです、今。だって本当に声出ない。大丈夫かな。ふう。こんにちは。そう、飴もね、舐めてる。
これ。これ舐めてる。あとね、トローチ舐めました。昨日の夜。と薬も飲んだ。なんか苦いやつ。苦い粉のやつの。今日は一日休みですか？ううん。もう絶プまでは休みなしです。もう1週間ぐらい前からずっと2週間ぐらいはお仕事で埋まっております。嬉しい。でも何にもないよりさ、なんかあった方がよさ好き。明日と明後日が絶プのリハで、で21が公演で、22がショールームだ。ショールームで23公演して、24も絶プの前日だから多分何かやって、25絶プって感じ、本番っていう感じですかね。うん、こんにちは。やっほー。今21分。あら、私テロップ出てる？もう、もしかしてまだだ？なんか出てましたっけ、テロップ今日見てなかった。あ、まだか、よかったよかった、びっくりした。うん、なんかマスクが白いからめっちゃ顔黒く見える。こんにちは。今日暑そうだな、やだな、暑いの嫌だ。マスク普通サイズ、え、わかんないんですよ、わからん、謎サイズ。試験の方ありがとうございます。 SK48 チーム S のしぐれずきです。こんにちは。マジで口の色お化けだった今。口の色なさすぎてお化けみたいな顔してましたけど。そう、謎サイズ。謎サイズです。あ、今テロップが出てきました。あ、ハートありがとうございます。じゃあ30分になったら終わろうかな。ハートありがとうございます。ありがとう、こんにちは。983日だって。こんにちは。
でもクーラーつけずに寝た方がいいんかな、なんかクーラーつけて寝てるのが悪いんかな。マスクしててタイマーも使ってるんですけど、もうそれがまずいけないかもしれない。もしかしたらクーラーつけて寝てるからいけないか、窓開けて寝ればいいかな。あ、試験の方ありがとうございます。 SK ファーデータチームですね、しげるづきです。ありがとうございます。ありがとう。でもだって暑いじゃんね、クーラーつけんと。こんにちは。私暑すぎると寝れないんですよ。そう、暑すぎるとなんかイライラしてきちゃって寝れない。私クーラーが本当に足伸ばしたら届くぐらいの距離にあるんですよ、クーラーが。それぐらいめっちゃ近距離で、めっちゃなんかもう風が直にボーンって当たってくるから、そう、すごい近いんだよね。そう、足ピューって伸ばすとクーラーにボーンって当たるんです、足が。よくぶつけちゃう。あ、もう寝る場所変える？床で寝ようかな。ここで寝ようかな、もう。こんにちは。あ、加湿器ね。床で寝たことある？床で寝るタイプの布団持ってないんですよ。そう、だから寝たことない、床で。絶対ベッドじゃないと寝れない気がする。いや、たまにならいいですけど、旅館みたいなところで寝るとかだったけど、なんか毎日それはちょっときついなーって思っちゃう、個人的には。あ、初見の方ありがとうございます。 SK ホテルチームですね、しぐれずきです。ありがとうございます。ゆずはベッドで寝るのが好き。早く良くならないかな。あ、サーキュレーターね、家に2台あるんですよね。使おうかな、自分の部屋に持ってこようかな。サーキュレーター、あれなんですよ、リビングに2個置いてあるんです、サーキュレーター。え、これ丸いやつですよね。あるある、リビングに置いてある。持ってこようかな、ちょっと。丸いやつだよね。わかるわかる。あれ、一個仮パクしようか。もう私の部屋に持ってきて、私のものみたいな雰囲気出せとけばいいかな。カリバクしようか。そう、雨の日に
洗濯物干せないじゃないですか。だからそれそういう時にサーキュレーター使ったりとか、まあ、部屋全体涼しくなるからサーキュレーターつけてリビングにね2つドンドンって置いてあります。あ、また初見の方だ。ありがとうございます。 SK ホテルチームスのしぐれ好きです。ありがとうございます。うっのどがやばい。こんにちは。もう早く治ってほしい。もうダメだよ。ダメだよ。乾燥中です。ただいま、ただいま乾燥中。いやでもね、本当にね、毎年多分どこかしらでなってる。この喉乾燥するやつ絶対になるもん。毎年本当よくないね。あ、30分。あ、本当だ、10時半やって。では今日はこの辺りで終わりにしておきたいと思います。11時4分からだっけ、みやまるちゃんの配信あるみたいなので、ぜひ皆さん星集めして星投げてあげてください。ありがとうございました。ではまた明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。ピース。バイバーイ。ありがとうございました。